どうも、ねねです。聖剣伝説コレクション、聖剣伝説3、続きを遊んでいきたいと思います。前回、ジュエルイーターだっけ？モグラみたいなやつ。あれに負けてしまったので、ちょっとレベルとか上げてきました。装備も整えたりとかして。で、今回ちょっとリベンジをやりたいと思います。強化とかできればいいんだけどね。ホーリーボールでやって攻撃しとこうかな。まあダメージそんなに耐えるわけじゃないし、打ちかましが痛いんだよね。調べたところによると、なんか防御魔法みたいなのを使ってくるところまで行くと4分の1ぐらいまでは削れてるらしいんですけど、でもタフだよねこれね。ダイヤミサイル全体かか、痛い。で、回復アイテムも買えるものは全部結構持ちにしてきたんで、そんなに苦戦しないっていうか、回復アイテムの面では万全なんだけどね。スピードダウンやめて。それで、これ多分状態上回復でしょ。まあ状態異常回復だ。で、ちょっとアイテム使って回復しましょうね。結構攻撃が痛いからね、その魔法とかダイヤミサイル全体化とか、ぶちかましとか。40から50ちょいぐらいでダメージ受けちゃうから。ホーリーボール混ぜながら攻撃しながらでいこうかな。誰が防御力ダウンしたか分かんねえな。ただ防御力ダウンをあれで回復できるのかっていうのも謎だけど、
コールして少しでも削る。ホーリーボールの消費が2か、これで使えなくなるかな。これぶちかましか、いや、ガードだけだった。ライアンミサイル全体か。うわ、まだいけるでしょ。あ、そっか。あ、間違えた。やばい。あ、もう4分の1切ってる。プロテクトアップが来てるってことは、頑張れ。700-800 ぐらいは HP あるんじゃないかなと思うけど、そんなにはないかな。スピードダウン来たか。まあとりあえずアイテムもいっぱいあるし、そんなには困んないと思うけど、入れとこう。とりあえずスピードダウンか。じゃあ回復できてるといいんだが、頑張って。グランドスラム、これは痛いぞ。ああ、もう MP がないぞ。抜本チャコはあるけど、まあ、MP ないじゃしょうがないからな。倒したの？武器閉まってるぞ。どうした。出口が開いた。みんな無事かしかし驚いた。あれは伝説のステージジュエルイーターだがや。このトンネルの入り口、大地の裂け目は別名宝石の谷って言われてるんだ。その宝石の谷で千年に一度世界に異変が起きるときジュエルイーターは生まれるっていうぞ。ジュエルイーターは出るし、ノーム様は行方不明だし、一体どうなっちまったんだろう。え、貴重、誰だ、わしの噂を話をしてるのは。
あ、ノモ様ご無事ですか。当たり前じゃ、見ての通りピンピンしておるがい。いつものように昼寝してたらいつまにかジェル板のやつに巣穴まで運ばれちまったようじゃの。いや、もう少し寝とったらやつに食われとったかも。わひゃひゃ、こんな笑い事じゃないですよ。ノムさん、私たちに力を貸して。ほほ、かわいい子ちゃんのお出ましじゃ。わひゃひゃ、やんややんや。お願い、聖域の扉を開くためノムさんたちの力が必要なの。よしし、わしはかわいい子ちゃんの頼み事は断れないたちでの、よかろう、どんと任せなされ。というわけでノームの力を手に入れた。あんたらノームさんも仲間にしまったがや。これはたまげた。んな、すげえお方とはいつゆ知らず、先ほどは忘れしやしただ。これニトロの火薬差し上げますだ。いや、お金はいただきません。罰が当たるだよ。これニトロの火薬だ。というわけでニトロの火薬もゲット。ドワフのトンネルの出口までオーラの魔法のロープで送って差し上げましょう。はい。というわけで大地の裂け目まで戻ってきましたので、とりあえずセーブしておきたい。いやー、これでちゃんとジュエルイーターね、倒せるようにな、倒せたから、うん、よかった。前回勝てなかったからね。4分の1まで削ってたようだったけど、夜か、夜はゾンビも湧くんだね。やっと食らった。とりあえずボンボヤジのところまで戻りましょう。ちなみに魔法は何が使える？ない、ない、魔法が、まだノームの魔法がないんだね。てっきりもう何かしら1個2個使えるんじゃないかと思ったんだけど、使えないようです。とっきりなんか使うんじゃねえよゾンビ。スモーク、いてえなダメージ。
硬いんですよ。よし、倒した。あるから。マイヤに戻ってきましたので、セーブも兼ねて寝ましょう。はい、というわけで結構時間もいいとこなんで、今回ここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。